宇和田神社に来ています。こちらはですね、宇和田諏訪神社ですね。諏訪が今あの神社名から抜けてますけれども、諏訪のね神様を祀っている神社ですね。もう山梨県の中のかなり山中にありまして、なんか南国の木が見えますけど、昔はそれでもこの地域の諏訪神社として栄えてるだと思うんですけどね。今は木造の武将がお守りしているという感じですね。これなんか狛犬みたいですよ。木造の狛犬かな、木製狛犬ですかね。こちらには狛犬ですね、木製の狛犬です。でカジノ門がある通り諏訪神社であるということが分かります。こちらにお世辞はね結構たくさんありますね。でこちらは諏訪、宇和戸神社の、言われが書いてありますね。866年には諏訪神社として、認められているので、かなりでしょ昔からあるんですね。はい、でこちらのお拙者君は勘助稲荷、山本稲荷、山本勘助もかかってるんですかね。山本姓の家で お祭りが行われていたという、この辺りの、集落の方の総神社という形ですね。ではでは、こちら社殿はもうなんか近代的に改修されてますけど、見えるようには作ってありますね。集落としてはまあ そこそこの集落があるので、お祭りも結構盛大に行われてたんでしょうね。こちら側は道がいいんですけど、国道20号から来る道はね結構険しいんで、途中多分諦めちゃう人もいるかもしれない。クーペとかだと全然前が見えないし、5ナンバーで来ることをお勧めしますけど、景色はね、景色とか空気は結構いいので、よかったら来てみてください。ちょっと写真上はこの本殿とかをちゃんと撮れないので、申し訳ないですね。